にちは、かくすけです。ちょっとね、動画に映ってないところで、今日は武道大会ですって書いてあったから、今日は武道大会に行きます。よし、行きましょう。あ、研究所より4日間か、結構遠いな。ビルダーへ、家畜小屋を修理してくれて本当にありがとうよ。これでレンタル動物のサービスを再開できる。家畜を借りたい時は1週間前に予約を入れてくれ。安くしとくぞ。レンタル家畜サービスってなんかね、馬はマクドナルドおじさんのところでレンタルすることができますって書いてあったんだよね。馬のことなのかな。シェードの冷房は毎回いつも必要だよな。うん。で、板まだ作れないね。で、ブレンダーは、やっぱハーブドリンクだよな。25個。と、燃料は大丈夫。うん。てか木がないんだな今。で、武道大会あと2時間で始まりますって書いてあったから、まだやらなくて行かなくていいと思うんだよね。多分9時ぐらいから。あと、そうそうそう、9時だね。やっぱそうか、カラフルラーマンも倒さないといけないね。すまん、すまない。すり切れた毛皮が必要なんだ。あー、すまない、すまない。必要な殺生だ。よし、武道大会だ。うわ、すっごい人が集まってるな。負けんぞ。普段からこのナックルを使ってるんだからな、私は。よーし、開始。トーナメントを始めます。武道大会は予選が行われます。4人の勝者が2日目に進みます。2日目は準決勝と決勝が行われます。予選と準決勝は3回勝負、決勝は5回勝負です。試合中にライフがゼロになった選手、または制限時間終了時にライフが低い方の選手がいっぱいです。選手はリングの中に入らないと失格になります。試合時、毎回勝者を予想してかけることができます。予想が的中した場合の報酬は各試合後にメールで送られます。参加賞は最後の試合の後にメールで送られます。トーナメント中に試合情報を確認してください。チュートリアル、試合前に勝者を予想することができます。勝者を予想して写真をクリックしましょう。自分を選ぶこともできます。サンワさんとサムだったらそりゃサムだよ。ラウンドの決着がついたら次のラウンドの勝者を予想することができます。実試合につきスタミナを15ポイント以上消費します。なるほど。話す、うん、まあ、とりあえず全員話しかけるか。ウアさん、アブーがなんかちょっと離れたところにいるね。ジャンゴさんはちょっと強いだろうな。プレスリーさん、きっとアーロさんと、いや、アーロさんと決勝戦をすることになるかなって思ったけど、あの人がいたな、名前忘れたけど、でもムキムキマッチョの人。アブー、うん、ガストさん、とりあえずね、みんなと話すいいタイミングだからね。ポールさんか、ポールさん、アリスさん、話しかけたらみんなどっか行っちゃうんだよな。何なんだろうねこの現象。サムも強いだろうな。まあ一回勝ったからな。ヒギンズめ6人話進まないね、ヒギンズは。エミリーちゃん、サンワさん、あれ、サンワさんさっきも話しかけたよ。フィリスさん、と、チワさん、はい、
ックスくん、ん？さん、はい、マーサさん、みんな好きなんだねこの大会。話しかけてないのはトビ。ソニアちゃんどっちだったっけな、話しかけたっけな。え、あ、始まっちゃった。うわ、そんなかけることができなかった。ダワさん23レベル、メイちゃん、メイちゃん出るのすごいな。それをきっと記事にするんだろうな。や、大会に参加してみたみたいなやつね。わあ、あ、すごい。あー、ダワさんが勝ったな。へえ、ちょっと待ってよ、私まだ話しかけ終わってないんだから。ノラちゃん、あ、もう話しかけたか。キャロルさんが拍手してたね今。うん、とマクドナルドさん、よし、こんなもんでしょう。オッケー。あ、ペトラさん、アントワーヌさん、ここら辺話しかけてないな。い、全員に話しかけるいい機会だからね。ウワさんはもう話しかけてた。マズさん、マズさん結構よく会うから別に話しかけなくていいけど。ルッソさん、よし、これで終わりだ。よし、次こそかけるぞ。あ、これプレゼント景品だ。あ、いいな、いいな、いいな、完封。いいね。あれ、対戦表を見る、これか。あ、これは悔しいけどヒギンズさんかな。で、サムとカクスケ、カクスケだ。サンマさん、ルッソさん、ルッソさん意外と強いんじゃない。オッケー。あ、そうか、メイちゃん、あー、もう試合始まっちゃったらできないよね。何戦かあるんだったな。お、めいちゃん頑張ってる、めいちゃん頑張ってる。わ、すごい、わ、張り手してる、ビンタ。あー、でもダワさん強いな。なんかいきなりおとなしくなるね、音楽が。出場するときはどうやればいいんだろうね。呼ばれるのかな、リングに入ればいいのかな。杉山だか、杉山だか。今回はちょっとな、待ち時間が長くなりそうだな、今回の動画は。もうダワさんは確実でしょう、すでに。メイちゃんが出てることにはびっくりだよ。アメイちゃん、話す、うん。お、行く？あれ？あ、ごめん、邪魔した？あれ？ウワさんが向かって、あ、あー、もう2勝したから。あ、ウワさん引っかかってたのね。いやー、ヒギンズ頑張れ。あんまり応援したくないけど、私が2回戦で倒してやろう、ヒギンズは。うわあ、あっという間だったな。うわあ、憎たらしいな、ヒギンズめ。お、この2人は後ろに引かないね。向かい合ってる。大丈夫かな。あ、うん、時間で決まってるね、大体。お、ウワさんが頑張っている。あー、ヒギンズいいぞいいぞ。うわー、強い、ヒギンズ勝ったことあるからね、私は。ヒギンズに、私って今レベルなんだ、18か。あー、なるほど、18か。最終戦ちょっと怖いな。てかポールさんとかアードさんとか出てないんだね。アードさん出てたっけ。ポールさん出てなかったよね。ルッソさんは、あー、そうよね。いや、ダワさんの方がレベル高かったな、ヒギンズより。多分私は2時からなんだけど、
っち側から。あれ入れないな。あ、もうすぐ試合始まります。準備しましょう。いいよいいよ、はよはよ。 OK。 こんな武器持ってていいの？サムちゃん、ちょっと引っかかってるぞ。よし、サム。あ、やっぱ素手だよね。オッケー。よいしょ。トントトトン。あ、痛い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 。うぅ、危ない。サム、レベル25だもんな。あ、やばい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 、やられるぞ。いや、時間ありだからな。あ、やばい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 、いかん、やばいやばい、あ、やだやだやだ、時間制限がなければ。おりゃ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 、あとはもう逃げ続けてもいいや。そうか、前回勝ったって言ったけど、私逃げ続けたんだ、サムから。よし、あと一発やったら私の勝ってる判定になるでしょう。いや、サムに勝てたらもうね、何もないよ。そうか、前回も逃げ続けたんだったな、忘れてたな。5、4、3、2、1、ヒュー、イエーイ、ウィン。16分後です。いやー、きついな。最初にちょっとつついといて、ん、え、もうこんな近くから、いや、おりゃおりゃ、オッケー。もうこっから逃げ続けてもいいぞ。そんな卑怯な真似はしたくないが、でも、あ、やばいやばい、うぅ、うぅ、オッケー。2回与えた。こんな試合もうみんな納得しないだろうな、きっと。いや、なんて卑怯なやつなんだ。ヒギンズもブーブー言ってますよ。4、いや、みんなね、きっとサム側にかけてるからさ、申し訳ないね、こうやって勝っちゃってね。4、いや、完全に KO だけにすればいいのにね、こんなことできないのにね。6、5、4、3、2、1、すみませんね。うん、オッケー、ヒュー、勝ちました。ふふふふふ、話す、うん、ごめんね、サムさん。はい、対戦表を見る。カクスケが勝ちますよ、そりゃもちろん。サムに勝ったんだから。次はルッソさんか。いや、ルッソさんに限ったことじゃないな。ちょっと今日やりたいこといっぱいあったんだけど、こんな時間待たされるとは思わなかったよ。で、他のトーナメント戦が合ってるんだよね、これとは別の。そこできっとアーロさんとかと戦うと思う。ルッソさん来ましたよ。サンワさんだっけ。サンワさんか。人を傷つけたくないんだって言ってたのに。サンワさん、みんなここに引っかかるな。よしよし、頑張れルッソさん。え、ルッソレベル 60? やばいな、これ負けそうな気がする。いや、賭けには勝ったけど、うっそー、ルッソさんそんな強いの？変えていい？カクスケ負けますよ。カクスケ負けますよ、これ。50はさすがに無理だよ、私。サムでも、あ、ごめんなさい。サムでもギリギリだったのに。強すぎるでしょ、ルッソさん。え？強っ。強っ。一瞬で勝ったな。え、あ、でも決勝戦と準決勝は
明日しますっていうのは時間的にルソさんと試合は明日っていうことなのかもしれないね。となるとやっぱポールさんとかは出てないっていうことになるのかな。楽しいね。時間はもうすごい経っちゃってるけど、次はヒギンズとの戦いか。あ、終了ですね。やっぱ明日出られるってことだね。研究所間に合うかな。もう無理だよね多分。研究所ならいけるか。有効度プラス12だって。やったー。おアローが走ってきたな。あボルティアスクールではなく研究所。いやこの感じだと明日もだよな。5000ずつって言ってたからね。くー組み立てたいのに。その大会のところに行く前に行かないといけないのかな。それならちょっと掘るよ。掘りますよ。そうか、そうなのか。よし。そこか。よし。取ります。チェアよ。はい。取れるだけ取るよ。いや、昨日みたいな謎の部屋が見つかると嬉しいけどな。あ、レベルアップだ。やったね。よし。魔法瓶のピーさんもいらないんだよな。ダッシュのやつをあげたいな。あ、ダッシュ。HP、防御。報酬がアップする追加で1アップする。こういう系もちょっと上げたいね、そろそろ。お、OK。いいね、同鉱石。ジョイスティックのピースに。もっとあったよね。そうよね。OK。ほい。まだある。ほい。ほい。あ、モンスターのぬいぐるみ来た。やったね。奇妙なガラス容器はもういいんだけど。2個目も。あ、何あのピンク。え、ピンク行こう。今日はあのピンク絶対行くぞ。レアアイテムとかかな。そんなのあるんだ。メガネピンク、何それ。あ、使われてない部屋って、あれさっきそんなの見えなかったよ。スローウーイ、スローウーイ。おりゃ。あ、持ち物がいっぱい。いらないやつは、これはいらない。これはいらない。はい。あ、全部いらない。土もいらない。砂もいらない。うん。古びたボール。ボールなのそれ。なんかトイレに見える。アヒルのサーフボード、かわいいかわいい。あちゃんと見てなかった。オッケー。あ、またあれ3つ捨てなかったっけ。虫の粘液、そうか、虫の粘液で埋められたのか。ふわふわうさちゃんだ。え、装備品とか？あ、家の中に設置する。へー。
ハーフボードは、あ、これは防御、回復力、あ、防御かな。スタミナは基本的につけておきたいよね。あ、へえ。古びたボールは家の中に設置。ブレスレット。え、どうしよう。何か捨てなきゃ。あ、繊維捨てるか。全部。うん。いや、何も荷物整理せずに、とりあえず来たからな。でりりり、でりりり。でもなんか、肉大量にあるよね。うん、この毛皮も、うん、骨は必要だから、とりあえずこれでいいか。うん、あ、やっぱ別だな、きっと。やっぱこれか。これなのね。うん、そういうことか。じゃあ他には、あっちの方行ってみるかな。あ、でももう12時過ぎてるか。帰らないとね。帰ろう。アイテムもいっぱいだしね。でもずっと矢印出かけ出続けてたってことは、見逃してるところあったかな、あの部屋の中。ひょっとして、あ、メールが来てる。ちょっと待ってね、なんか手に入りそうだから、先にソートをかけて、よし、 OK。 で、今日の結果だよね。的中しました。報酬を送ります。ブドウカパッチとスパイスステーキ、やったね。的中しました。的中しました。やった。3つゲット。はい。とウサちゃんとぬいぐるみはね、ピース持ってるよね。うん。2つだよね。よしよしよし。いいぞ、この2つができるぞ。武闘家バッチ、うん、羽根馬とかは出来上がってないよね、まだ。うん、奇妙なジョイスティック、全部これだもんね。羽根馬があと1個。魔法瓶は、どれがどれだか。会話装置は3つ。受話器がないんだ。そうだ、考えるカーンは斧を持った兵隊が、ちょっと待って、近くに置いていこう。ちょっとこの子はどかしといて、精密機器のやつも作りたいね。はい、考えるカーン、はい、斧を持った兵隊はこれで、古い魔法瓶はこうで、考える感、記念碑はまた別で、受話器はこうあって、羽馬、旧世界のパーツ、ジョイスティック、奇妙なガラス、考える感をどこに置くか、ビヨンビヨン、うん、まあ1個作るべきだね。うん、こういう、うん、ナイトバッジ、もう1個作るか。1個どころじゃなく、もっと作った方がいい気がするけどね。あ、燃料切れだ。はい、うん、で、制動板をあと2個。うん、燃料切れで、青銅製のパイプが、あと2個。うん、んで、ファイバークロスを4つ作る。
れでいけるんじゃないかな、多分。で、状態、あ、コットン、ちょっと肥料追加するかな。はい。で、収納箱、これね、金属収納箱、強化ガラスが必要なんだよな。やっぱ木製だな。木材が足りない。アヒルのサーフボード目立つな。まあ見た目も変わってたよね。今までそんな認識してなかったけど、これはさすがに気になるな。1、2、3、4、5、なんと、あ、そっか、いっぱい持ったままだ。木材さえ取れればいいんだけどね。夜が更けてきました。へえ。で、ちょっと待ってください。夜が更けてるのは気づいてるんだけど、異物もう一個、はい、ここが異物か、精密機かな。よしよし、この辺ポンポン入れてって、精密機器なのか分かんないけどね、この辺。テンパリング液みたいな潤滑油とかも入れちゃって、これでいいかな。武器防具のところに、よし、これでいい。帰ろう。明日も何もできないだろうな。おやすみなさい。